はい、皆さんこんにちは、ホゲマン支部のレッツです。ということで今回もサモンズボードやりたいと思います。ゲストはこの方です。はい、DML 先輩ことリオンです。よろしくお願いします。お願いします。そしてこちらの方も来ております。スタッフでございます。はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、すでにですね、トリックアトリートもう1回やってるんですけど、まあ、前回は、まあ、あのオラールとおじさんの、うん、おじさんじゃないね、ペルーンのまあ、デートという形でやったんですけど、デートじゃないやったんですけど、あの今回は、なるべく我々が助言を出さず、B メロ先輩が一人でできるかどうかという形でやってもらいたいなと思います。はい、はい、今回どういうパーティーで行く感じですか？はい、スキルアタックパーティーで組んでみました。はい、リーダーをオラージュちゃんに、はい、水着オラージュ、水着オラージュちゃんにして、はい、ベレス、ベレスですね。ベレス、ベレスがパティナメポイントですね。メタトロン、メタトロンとアマテラスさん。はい、アマテラスさん。で、アマテラスさんの最後だけ3月だったよね。まああのあれですね、見た感じだと結構回転が早い、スキルが回転が早いやつで集めた感じですね。はい。じゃあ我々はなるべく何も言わないようにするので、はい、あのリーメロ先輩なるべく喋りつつ、喋りつつここはこうなんでこうしましたとか言いながらね、はい、やってもらえばと思います。はい、では行ってみましょう。できます。頑張れ。いってらっしゃい。できます。あ、ちょっとこっちに。さあ始まりました。始まった。ただまあちょっとあの喋んないでって言いながらちょっと喋っちゃうんですけど、はい、あのまずリーダースキル的にあんまりダメージを受けたくない、はい、回復がないからかそうっていうのと、はい、あとはさっきあのペルーンがリーダーだったから攻撃力高くなってたんだけど、あ、今回通常攻撃は弱いからそこはちょっと考えないといけないかなっていう。頑張ります。以上。はい、うーん、かくついてる。大丈夫か。よしよし、強い。そう、強い。 そう、そしてどんどん削られる HP。やだ。あ、ハートが。そう。あ、オラージさん取れないんだけど、あの、なんでオラージュちゃんで取るのが良かったんだっけ？ハートの、うん、あの、いっぱい出るやつと、うん、みんなにハートが行くから。そう。みんなにハートが行くマークはどれか分かる？このなんか、ね、なんか可愛い人がいるやつ。そうそうそう。すでにメタトロンはだいぶ、そう、だいぶ来てます、ね。そしてメタトロンは何がついてる？メタトロンは、うん、羽とと、あ、あ、あ、正解。出た。っていうね、はい、そう、絶対にオラージュで取らなきゃいけないってわけじゃなくて、はい、それがついてるやつやれば大丈夫。そう。そしてまだ喋るわけですが、はい、私よく喋ってるんですけど、はい、あのメタトロン何がついてるって話あった？メタトロンは、そう、その全体と、もう一個何がついてる？全体と羽。そう、羽がついてると飛べる？飛べる。相手越せる？相手越せるし、毒も受けない。うん、あ、そうなんですか？そう、毒はね、実は受けない。毒も。だからもうね、メタトロンとか羽のついてるやつはもうどんどん無視して、そうそうそう、そういうのもあります。もう喋んない。もう喋んない。いや、あなたは喋ってください。さあ、スキルとかにも気をつけて。ちょっと、うん、スタッフさんが本当に喋んないんですね。ちょっと喋ってください。いやー、リメロ先輩、昨日の夕飯何食べました？昨日の夕飯は何食べたっけ。なんかすごいいっぱい食べたんですよ。何食べたんだろう。なんだっけ。意外とね、思い出せない。晩ご飯、焼肉。マジか、結構ちゃんとしたんだけど。いやー、今若い人違いますね。ちょっと、あ、リメルさん突っ込み。焼肉の頭がいっぱいになってる。やばいやばい。落ち着くんだ、落ち着くんだ。ハートが出てるってことは、いや、ちょっと待てよ。しかし、そのままだとアマテラスが、アマテラス毒のままになってしまう。アマテラス、アマテラス、あ、ちょっとごめんねって。
ちょっとごめんねってごめんねごめんねしかオーラ味も結構ね、来てるね。ちょっとゲーム中に夕飯の話はまずいですね。そうですよ、気が散っちゃいますよ。そうですね。あ、オーラ味大丈夫、まだ回復を取ればなったくー、めっちゃ食らう。はい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 、これ抜けるんじゃないかな。よし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 、いや、ほんと強くなった。やっぱペルーさん偉大ですね。そう、ペルーさんね、偉大なんですよ。で、あ、ちょっとまた喋っちゃうんですけど、あのメタトロンはスキルのターンがね、結構短い、すぐ使えるようになるから、たまったら使っちゃっていい、うん、使っちゃっていいと。で、範囲がちょっと狭めだから、そこはちょっと気をつけて。メタトロンどんな味だっけ。20分横一列と斜め回す。そう、前斜めかな。前斜め、そう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 、まあ、なるべく敵が並んでる時の方がいいかなと。使っちゃった。ちょっと当てにくい感じですね。キャンセル、キャンセル。でもこれ取りたいの。そうね、うん、いいんじゃないかな。機動力があるね、イブさんね、うん、全体化持ってるか。そうですね、うん、羽ついて連帯がついてるやつってのは結構回復のハートアップと相性がいいんで、うん、結構今回いいんじゃないかなと思いますね。あ、逃げる。で、来たり来たりして、一応、ターンの制限があるから。あ、そうだ、忘れてた。そこはね、注意した方がいいかもしれない。危ないぞ、危ないぞ。でもやっぱりリーダーのスキルで全然違うっていうのがね、わかりますね。うん、そしてね、また喋るんですけど、はい、あの敵のスキルも注意してくださいね。うん、あ、そうか、横にね、どんなスキルが来るかは敵をタップすれば分かる。来ないらしいね、やっぱり。まずね、敵をちょっとタップしてあげてほしい。そいつは実は回復なんだ。あ、優しい。いや、あのね、こっちは回復してくんない。そう、敵を回復するすごい、全然優しくないですから。あ、でも、あの自分の味方同士をこう、ね、キューバイかナイチンゲールのような優しいキャラですよ、きっと。そうですね、逃げたい、逃げたいけど、そうね、どれをどう逃がすかってところかな。例えばアマテラスは結構まだ元気そうだけど、オランジュがちょっと傷つき始めている。かわいそう。ここだ。ってことは、うん、さあ考えるんだ。この、うん、これをここにして下にオラージュ持ってきて、取れる。ああ、そういうことか。それよりも、うん、ハート取るよりも、うん、多分次のダメージを考えた方がいい気がするんだよね。あ、じゃあの方がいい気がするかな。ちょっと、ね、うん、多分ね、そしたら突っ込んでくるんじゃないのかな、どっちかが。左下のやつか、上のあのドラッコが突っ込んでハート取りに来ちゃうんだよね、うん、あ、それはもうしょうがないんだ。うん、意地悪い。目印が増えたね。そう、あ、取っちゃう。今はもうスキル使っちゃってるから、ね、あ、そうそうそう。めっちゃ強くなってる。そうなんです。どうだ、ペルンさん偉大だろ。うん、今ペルンになって喋りました。え、いや違いますね、全然。全然違いますね。スキルを、うん、使っちゃってもいいかもしれない。横に使っちゃおう。トントン。うわ、かっこいい。素晴らしい。イケメン違いますね。違いますね。世の中イケメンってだけは得しますからね。ずるい世の中ですよ。何があったんですか。ちょっと闇が垣間見えましたね。そうです。それはこんな激しい。なんか、すみません。多分ね、今、スタッフさんの方まで行ってない気がする。この辺で止まってた。焼肉の話しちゃったから、ね。ああ、それだ。昔のせいだ。ちょっと全然感じてくださいよ。そうですね、頑張れ。全然感じてね。ああ、いいね。回復一気にしてきた。ターン数もまあいけそうな気がするな。多分ボスは
オラージュでいけるはず。どうしたらオラージュでいけるはず。おそらく。どうしたんだろう。あ、まだ来てる。あ、消えた。なんで、はい、あ、もう、いや、これ以上いないとこ。はい。だ、うん、だ、取っちゃおう。取っちゃおう。そう、自分で考えて、自分で判断。寄ってくるね。できて。ちなみにこれね、どのキャラがどういう技を使うっていうのを把握してたらいいかな。たまだベレスを使ってないから。サンタレスは十字。20倍か。で、誘爆っていうのが、うん、ダメージ与えたやつから、横から当たれば縦にこうドン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 ってなんか、あ、誘爆してる。ドン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 。やられたことあるんですよ。あ、そうそうそう、敵が回ってくるときがある。じゃあ使おうかな。横一列か。横一列だよ。これポンポンってやるだけでいいかな。ちょっとやってみていいですか。いいよ、そう、もう本当好きなのやっていいから。こう、こう、そう、素晴らしい。これ実は、うん、そう、最初にやってたら全部倒せた。これ前から持ってたけど知らなかった。使い方が良かったですね。ちなみにアマテラスも同じく誘爆を持っています。あ、そういうことなんだ。ちょっとダメだな、ちゃんと頭を使わなきゃ。そう、頭を使わないと、うん、頭を使ってなかったということですよ。違うんですよ、使ってるんですよ。使ってるけど、使いこなせてなかったからね。そう、脳みそがね、今日でも持ってきてますよね。今日は半分だけ持ってきて、うん、マジかよ。前回丸ごと持ってきたはずなのに。そんななんか分割されてるんですか。すごい、なんか着脱式みたいな。たまに、ね、あの盗まれるんですよ。マジで。怖いな。さあ、ボスです。スキル溜まってますね。はい、どうしよう、みんな使っちゃおうかな。みんなダメだ。そう、あのね、当たった。さっきはどうでしたっけ。気持ちいい、これ。どん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 。イエーイ。いや、素晴らしい。一人でできたね。倒せた。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっとスキルバンバン使ってもよかったかもしれないですね。うん、確かに。バンバン使ってもまだ余裕がある、うんうん、感じだったかもしれないですね。良、かったと思います。やったと思います。お疲れ様でした。いや、そういった感じでね、もう一人でもできるようになったということで嬉しい。いや、よかったですよ、ほんと。めっちゃ嬉しい。成長感じられますね。まあ、ちょこちょこ喋っちゃいましたちょこちょこ、ね、こうやって違った編成でやると、うん、リーダースキルの効果とかも、ね、そう、分かってきました。確かに、あるんで、いいですね。いや、ほんと使ってみたい、ちゃんと。そう、ね、あ、ちょっとそんなにガチャ引きたいのか。まあ、そういった感じでですね、今回はリーメロ先輩が一、はい、人でハロウィンナイトに挑戦してみました。はい、まあ感想見てもらったんでね、これで締めたいと思います。はい、あ、スタッフさん、なんか一言言っときます。リオンさんがプレイしてる時に夕飯の話はまずいな。集中力抜けちゃう、思い出しちゃった。そう、そう、ね、お腹ねなっちゃうしね、うん、はい、というわけで皆さん集中してプレイをしましょう。はい、はい、といった感じで今回の動画は以上になります。それではまた別の動画で、バイバーイ。